サイズでお悩みの方必見です。どうも、大阪のセレクトショップロココの小谷です。今回は今僕が着ているグッドオンロングスリーブヘンリーネック T シャツのサイズ着比べをしていきます。こちらは SML XL の4サイズ展開になっていて、体格の違う3名のスタッフがで比較していこうと思います。まずは商品について説明していきます。こちらのヘンリーネックのロンティーはグッドオンの中でもめちゃくちゃ人気が高いアイテムです。ヘンリーネックなんですけど、主張しすぎないこの細めのネックリブと、少し広めのネック周りになっているので、程よくカジュアルに幅広く着回せるロンティーになってます。生地の厚さは 5.5 オンスの薄すぎず厚すぎないちょうどいい生地感です。なので1枚ではもちろんいいんですけど、シャツやカーディガン、ジャケットの下にインナーとしてもとても着やすい厚さかなと思います。ではグッドオン T シャツのポイントを簡単に3つ説明していきます。まず1つ目は経年変化が楽しめるピグメントダイ。洗濯のたびに表面から徐々に色落ちをして風合いが増していくので、長く愛用するほどに上質なヴィンテージ品のように印象が変わってきます。また10色展開で豊富なカラーも魅力の1つです。ポイント2つ目は着るほどに馴染むコットン USA。 グッドオンが使用するアメリカで生産される綿花の特徴は、中国綿などと比べて油分が少なく、独特なシャリ感とガシッと固めの質感があります。繊維の強さも特徴でへたりにくくて、何度も着て洗濯を繰り返すごとに少しずつ柔らかくなって体に馴染んでいく、そんな素材です。グッドオンの製品には全てコットン USA マークがついていて、それらは上質なアメリカ綿を使った厳しい基準に合格した綿製品にのみ付けられます。つまり品質が良くて安心して着られるコットンの証です。ポイント3つ目、10年付き合える頑丈ステッチ。グッドオンの製品は生産過程で染色、洗い、高温乾燥に耐えるための頑丈さが必要になります。そのためそれぞれのアイテムの、こういったところ随所に高い縫製技術で縫われているのでとても頑丈です。それでは今回のメインテーマであるサイズ感、このグッドオン T シャツはトレンドのビッグシルエットでもなくピタピタでもない絶妙なサイズ感なんですね。なのでどのサイズを選べばいいかわからないって方は必見です。体格の違う3名のスタッフで着比べをしていくので、サイズ選びの参考にしてもらえたら嬉しいです。商品の情報は概要欄とストアで購入からチェックしてくださいね。それでは着比べをやっていきます。まず1人目、身長168センチ、体重50キロのモデルが ML を着ていきます。続いて2人目、身長174センチ、体重75キロのモデルが LXL を着ていきます。最後3人目、身長178センチ、体重64キロのモデルが LXL を着ていきます。はい、ということで今回は着比べをやってきましたが、いかがでしたでしょうか。ちなみに当店では迷われているサイズを2サイズご購入いただき、返品送料はお客様ご負担にはなってしまうんですが、サイズが合わなかった方を返品していただくことも可能です。詳しくは概要欄をご確認ください。シンプルなロンティーだからこそサイズ選びは重要だと思うので、この動画を参考にしてもらえると嬉しいです。この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また感想やこんな企画やってほしいなっていうコメントもいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。